皆さんこんにちは、ネバネバチャンネルのテシと申します。今は長崎県のオジカという美しい島からお届けしております。今回の動画でぜひ私の日常生活のルーティンを皆さんと共有できたらいいなと思います。まず朝早く起きます。日によるんですけれども、この日は起きてお釣りをしに行きました。朝の4時だったんですけど、4時50分ぐらいですね。他の港とちょっと違うね、持ち方は。なかなか1匹しか釣ることができなかったんですけど、次は私の世話になっているご縁さんの方に向かいました。おはようございます。太陽さんがすでにいて、お客さんの朝ごはんを、朝ごはんの時間です。はい、何時ですか？3時。何時に出発するんですか？サトルってある、サトル。そして午後の予定を話します。サトルましょう。だからシトルは日本で、シトルの名前、そういう人もいるね。それを狙いに朝ごはん、これはこちらはお客さんの朝ごはんなんですが、はい、そう、お腹空いたので朝ごはん食べましょう。何がある？朝ごはんです。いただきます。美味しい朝ごはんが終わってから言語を学ぶ時間となります。皆さんも毎日お忙しい一日の中で言語を学ぶ時間はなかなか取れないと思っている方もたくさんいると思いますし、自分もそうだったんですけど、最近はブースウというアプリ、言語アプリとの出会いがあって、そういうのをね使って、例えば毎日5分とか10分とかで、自分自身は5カ国語を少し喋れるんですけれども、それでも新しい言語にチャレンジとか、新しい言語を学ぶ魅力とか効率性もあるんじゃないかと思って、今のところはポルトガル語を学んでるんですけれども、で、pues es porque eu gosto muito de aprender a falar em português. Ainda não falo bem, mas estou a aprender eestou a aprender muitas expressões novas. はい、英語を身につけたい方とかにも、ぜひ、特に面白いなと思ったのが、その発音をしっかりと教えてくれるものです。なぜなら発音は、英語の発音は本当に難しくて、同じなんか似たような言葉だと思っても、本当は発音がちょっとだけ違う。それで困る。はい、今は10時半ごろなんですけれども、皆さんが休憩をとってますね。カステラとかをこういう背景を眺めながら休憩を、カステラ休憩時間となりました。みんな静かになっちゃった。長崎名物です、カステラです。何時からスタートしましたか？8時です。8時から、はい。見るんだっけ？あ、すごい。これですね。見ていいんですか？お勉強も午前中の休憩も終わって、お昼ご飯の時間です。ごちそうさまでした。午後は晴れだったら必ず海に行きます。3時頃になってきたら泳ぐ時間です。結構ですね、お水が冷たいかと思いますが、今日もチャレンジしたいと思います。気をつけながらね、クラゲがいなければいいですけど。じゃあでは行ってみたいと思います。
やば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 You fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up. は非常に綺麗ですので、次は、しばらく出発する前にしばらく海を眺めたいと思います。I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. 港の方に来ました。で、次は抹茶。抹茶アイスが大好きですので、次は抹茶のアイスを食べたいと思います。Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me.コテツです。私の大好きな猫ちゃんと遊びます。これのことを思いついた。そしてキッチンの方で何が起きているかっていうのをチェックしていろいろ食べます。ごめんの、あれ何でしたっけ、忘れちゃった。チキンじゃない、メンチカツ、メンチカツね、はい、メンチカツを、食べてみたいと。うん、美味しい。多分このままで美味しいと思います。また、うん、いい。夕飯が終わってから必ず私の大好きなメロディーボックスというカラオケバーに行きます。そこで平子さんとマキさんなどと、あの、いつも他の人々ともいつも楽しい時間を過ごさせていただきます。おやすみなさい。信じないこれね、私夢が歌っちゃったこれ。